本尊、不法を現に戒めん。このままじゃ俺たち養殖がつきそうだって話だぜ。メイル電気だ。これはいささか。うん、兵の不安と恐怖、関羽の武勇よりも厄介な敵よ。戦意なき者は逃亡兵と同じ。その刑が何たるかお前たちでも知っていよ。貴族軍だ。おるよ、下手な敵よりよっぽど恐ろしい。ウキン殿、援軍感謝する。危機に及んでの情は軍機を乱す。厳然たる事実は受け入れさせてこそ。これより先は私の策にて。よろしいな。呉は日和見し、食に組みしたか。だが、急場ゆえ、食の寸断を把握していない。まず呉を城へ引き込み、食の水系を割い。その後逆に、敵を水に沈めるのだ。我らは今一度食と組む。けざすは繁盛、敵本陣。皆進め。関羽が半分の水攻めを計画する。策には策で対するのみ。という強さ、ここは引く。この際、捨てたものでは。断罪する。断罪する。この命、くれてやるわけにはいかん。その首、もらい受ける。いざ。一人で現れるとは、面白い。わしが相手になってやる。呉を水系に巻き込んでは義にもとる。弁令を出し、策の子細を伝えねば。武金堂の策は五色の情報の分断が肝要ゆえ、弁令は簡化。ちょうどいい。我が知略試させてもらおうか。
官邸に戻るよう伝えよ。拙者は父上と今後の動きを相談してくる。観作たちは水門を見張っていてくれ。水門の諸軍は手薄となってが、城内の五軍は放置、水門の奪取に向かう。水剣は中止になったみたいだね。じゃあ艦上にいる五軍に加勢するよ。拙者が相手だ。勝負してもらおう。こっちだ。拙者はまだ強くなる。今に見ていろ。敵将討ち取った。なんという武勇。
敵将討ち取った。受けよ。
我が義の刃、未だ折れず。いざ。父上、今は一度お引きください。少々、いずれまた相まみえようぞ。武金殿、宝徳殿、貴殿らの奮戦、この宗志功、感謝の言葉もない。死の本分を果たしたまで。切義なき職が脆くあったからこその勝利を。関羽は幕城で軍を立て直すであろう。そここそが決戦の地か。